早く来い、クラウド。さて、聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁を。ティファ、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で、俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺、乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK、OK。今回の仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。ほう。せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔航路の調査だ。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。クラウド、そっちは任せる。セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初の魔航路があるところだな。うん、5年前の9月、魔航路の様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、
それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、神羅に事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。ああ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て。ジェノバって神羅ビルのあれか。ああ。でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんとまあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。ふん。私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。しなやかだがまだまだ遅いな。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか。ん？いやだ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティファ。ああ、あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか？クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。都会の人たちって素敵ね。村の人たちとは大違い。給水塔登ったんだ。2年ぶりの故郷だったからな。やっぱり懐かしかった。そっか。Thank you.
俺の実家だ。事件とは関係ない。でもよ、興味あるぜ。私も。うん、聞きたいな。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。ん？はーい。あ、嘘、クラウドなの？ただいま。よく見せておくれ。うん、惚れ惚れするね。これがソルジャーさんの制服なのかい？本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば、母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ちゃんとご飯は食べてるのかい？ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド、母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。この件よく見せてくれよ。え、私の家にも行ったの？ティファがいると思って。なんだよ、お前らお隣さんじゃねえか。そうだけど、あまり行き来はなかったよね。いろいろあったからな。やらかしたなクラウド。猫飼ってたんだ。名前はマルだったな。そう、よく家出する子でね、あの日もいなくて。私の部屋も？ああ。クラウド、それ本当？後には引けなかった。クラウド最低。ピアノ弾いたの？
へえ、ピアノ弾けたんだね。すごい、今度聴かせてね。へえ、意外な特技だぜ。あの時は気づかなかったけど、今になって思えば村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。何を見ている？この風景。え？俺は知ってるような気がする。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファニーは驚かされたな。イブリ山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが二人もいるんだから大丈夫。ティーバー、おはようございます。よろしくお願いします。ティーファー、ティーファーがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえか。もう一枚。そうだね。あ、うん、じゃあこの時はね。マコーロはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。イブル山は最初のマコーロが建てられた場所として
その頃は有名だったそうです。マコーロがある土地はどこも似たような風景だが、ここは独特だな。見ていて飽きない？毎日だと飽きるよ。いいな、ソルジャーはいろんなところに旅ができて。旅か、そんないいものじゃない。ただの移動だ。でも刺激的ではある。いいな。当たり前だ。ティファこそ先に行き過ぎ。だって急ぐんでしょ。そうだけど無理しなくていいよ。無理なんかしてませんよ。私鍛えてますから。へえ、そりゃ頼もしいな。村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。よし、任せよ。了解。この辺りのモンスターはお前だけで対応できそうだな。ああ、そんな感じだな。セフィロス休んでなよ。そうさせてもらおう。
ほら、ぼーっとしないで、ソルジャーさん。ああ。あとは任せろ。仕留め。ご苦労さんと。刻む。一気に叩き込む。じゃ。先は長そうだ。走ればすぐだ。予想よりもモンスターが多い。急げば守りがおろそかになる。じゃあ俺が先に行ってモンスターを掃除しておくよ。平気平気。任せる。そんじゃ上で合流な。はーい、そっちじゃないよ。そっちは行き止まりなの。落石で橋が崩れちゃって。だから戻ってきて。了解。神羅の土地を抜けるの。お前がいるからガイドは不要。最初はそう言って断ったが、考え直して正解だったようだ。頼むぞ。よし。天然の魔鋼ガスだ。この山は今でも魔鋼が豊富らしい。危険の必須すぎる。魔鋼中毒はごめんだもんな。魔鋼ガスの除去を確認しました。ロックを解除します。
行こう。ここ緊張しちゃうんだ。一気に抜ければいい。あ、ガイドは私。あいつの運に期待しよう。案内はできるか？はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか？ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて？さあ。魔法の泉だ。綺麗だな。でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか？マテリアの中には古代史の知識が封じ込められている。
星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。撃ち落とすまでの剣だけじゃないってとこ見せてやる。その程度だ。やった。畳みかけるぞ。了解。任せた。一人で十分だ。負けなき力へ。
る。よくやった。おいおい待てよ、さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか、悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも…お嬢さんを守ってやりな。じゃ。もう。しっかり守ってね。中だよな。地方の旧式マコーロは定率運用に切り替えたはずだ。村の人たち稼働中だってこと知らないよな。神羅らしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。マコーロは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。ああ、すごく嫌な予感がする。ここで見たことか。分かってるよ。天に祈るなら今のうちだ。やったな。なんだここ。ジェノバ。ジェノバって。ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。
セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが宝条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。宝条が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でもセフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの、うん、それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。ああ、ん？んなことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。死んだ屋敷にこもってるらしい。マコーロから帰ってから様子がおかしいみたいだ。魔法を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに行く。一番大きな建物で、マコーロより古くからあるの。シンナカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけどどうする。お屋敷の中真っ暗だぞ。寝てるのかもしれないな。倒れてたらどうすんのよ。だが英雄セフィロスはそんな山じゃないだろう。屋敷の中を見て回ったけど
セフィロスの姿はなかった。知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取り憑かれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。なあクラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって。待て。
セフィロス。あの時、俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら、村を守れたかもしれない。いや、どうかな。おい、エミ、動け。一人でも多く助けるんだ。
今運んでやるから。動くな！穴を捨てろ！